まず事件はこの港町から始まりますよ。僕と仲良しのジムがここで宝島の地図を手に入れました。この樽の船で宝島へ行くなんて漫画ですね。ほら海賊船が出てきましたよ。真ん中のシルバー船長はとっても悪いやつなんです。いや怖いですね。ほらいろいろな動物たちがチャンバラをやっているでしょ。見せてください。もっと開いてください。ダメですか。あ、ダメか。はい、ありがとう。では来年の春までさよならさよならさよなら。このかっこいい漫画は来年の春休みに見られます。どうぞお楽しみに。